皆さん、暑い夏、こんにちは。あ、今どんなアトリエ境界線ゲーム実況、ドラクエ5ゲーム実況の時間がやってきました。さあ、前回ね、この攻略本今日のお供でご紹介したんですが、前回はまあ一応使わず済みました。購入しましたが、一応ピンチの時だけ使用するっていうことで、どうしても謎が解けない時だけはこちらを使いたいと思いますが、まあ、それまではね、あんまり読まないようにね、読み込んだりしないようにして、なるべく新鮮な気持ちでゲームを進めていきたいと思っています。さあ、それでは今日のお供はこちら、ラムネ。夏だからね、もう炭酸飲料苦手と言いつつ、割と炭酸飲料を紹介してると思うんだけど、まあ夏だしさ、ラムネが売ってたんで、ちょっとラムネを今日は買ってみました。あ、ここラムネさ、これさ、プシュってなっちゃったらどうしよう。これでいいんですか？ん？どうですかこれ。あ、ん？あ、ここにね、蓋にこういう風にビー玉を押すやつがついてって、これをこう蓋から取り外して、こうです。きます。怖いけど、あれ、こうだ、怖っ。ちょっと待って、こうしていい？床に置きます。え、こんな硬いの？ちょっと待ってね、立ち上がっちゃおう。はい、行きました。だいぶ力がいるようですね。ビー玉下に落ちました。飲んでみたいと思います。もうラベルを剥がしたいです。はい、飲んでみたいと思います。ん？あ、炭酸が強い。うん、あ、これは炭酸が強い。三ツ矢サイダーよりも甘くない気がするのは気のせいかしら。これはね、夏の飲み物だよね。夏ってね、まあ短いからさ、暑いの嫌かもしれないけど、夏って季節の中でも短いし、まあ今しかね、味わえないもの、ぜひ味わってください。それでは今日はね、ラムネをお供に、まあ、雑じゃない、ドラクエ5の続きからやってみたいと思います。やっと見たままの方にときなきの、なんかちょっとまなみやみたいとかな、ちょっと読みすぎたな。はい、すいません。え、実はですね、撮ってたんです、ゲームの続きだけどですね、カメラを回し忘れていた、てかメモリーがいっぱいになっちゃって撮れなくなっていたっていうのと、ゲームのキャプチャーをちょっとし忘れていて、30分ぐらい進んでしまったんですね。ということで、ちょっと、最後の冒険の記録からちょっとそのさっきやった30分をまたもう一回やり直すので、ちょっと同じこと私やるんで、ちょっと新鮮な反応ができないかもしれないんですけど、そういうことが今起こりましたということをお伝えしておきます。では続きからしていきたいと思います。一応ね、これ2個あって、上の方がその30分前に記録した時のサンタローズで記録したので、洞窟でさ、天空の剣取った後ね、なんでそこに戻れば今取ってなかった30分をやり直せるってことなんで、でその後30分進んだショーを一応その新しい方も記録しておきましたので、またなかったらこっちからやり直したりとかできるように、両方記録してあります。なんで、古い方からね続きやっていきたいと思います。
これで前回からの流れがつながると思います。とりあえずサンタローズにのでの目的を終えて、そう、このね、地下にね、実はスライムがいて、優しいスライムがいて、ここでの目的のヒント全部ね、言ってくれてるんです。ね？パパス、大事な、パパスさんの大事な部屋が独自の奥にあってさ、なんか、イカダに乗ってそこ行くんだよとか全部教えてくれてるっていうの。これ最初に知っとけば本当によかったんだけど、洞窟ちょっともう終わっちゃったんで。ということで、こちらの村は、もう、寂しいけれども、目的を果たしましたので出まーす。で、ちょっとね、どうするんだっけ？だからといって私は忘れてるよ。馬車をね、取りたいと思います。夜になると、買い物ができるというお店。あれ、先に言っちゃったけど、その夜にだけ、買い物できるという店で、実は馬車をね、手に入れることができる。さっき進んだ図などに戻るからさ、ちょっとね、忘れて、何をやり直したらいいか、ちょっと。多分、装備がまだ完全じゃないんで。あ、ちょっといいの？違う。装備。さっき寝れば夜なのかなと思ったら、そういうわけじゃなくてね、外をね、うろうろしてたら自然と夕方になって夜になったっていう。これです、ヘンリーは。多分ないから売ります。鉄の胸当て、鎖肩ビーダバッシャ。あ、そうか、まだ夜なりそうもないから。今から。自分の村がもう破壊されてしまって、その近くにね、ビアンカが、あ、夜になりそうだね。このままもう一回馬車をちょっと取りに行きましょう。いや、カジノにさ、
さっき言ったんだよ。で、勝ったりしたんだけど、そこがちょっと消えちゃったからさ。ちょっとカジノでもう一回遊んでみっか。スゴロク券。コインじゃあ2枚買います。まずね、スロットからやってみます。さっきはね、当たんなかったスロットはね、ダメだ。もうスロットはね、スロットなんか全然当たんない。これちょっと一回やってみます。サボテン、全部サボテン。A か B かが難しいってことだね。じゃあ B にしてみる。はい。あれ、あれ消しちゃいました。ドラキー可愛いから頑張ってほしいかな。1枚しかないんだよ。ドラキー弱いけど頑張れ。あ、やばい。ポケボーズ強いかも。あ、ダメだ。ダメだ。やっぱり倍率が低いのはダメだね。勝つ確率が低いのは。それでさ、スゴロッケンってずっと私なんだろうと思っててさ、袋にさ結構入ってるよ。3枚で、ここがスゴロクができんのよ。はい、行ってみます。ゴール目指していきます。おっさん、そのなんか穴みたいのがわかんない。こっち、強さの数値が変化しそうだ。サイコロを振ってください。賢さが1ポイント上がった。え、どういうこと、どういうこと。やばい、なんかやばそう。あ、来た。逆流はできないっぽいから。あー、さっきもここなんかやったよ。人生はたなんなり、災い続きで何時の足を止める。次から大きなサイコロの目は出そうにない。ガーン。いや、キメラ。あれ、ゴールいけるんじゃない。いけない。あと2回。いけた。いけました。やった、スゴロクゴールしました、一発で。おお、小さなメダル。何、小さなメダル。刃のブーメラン。おお、
やりました。なんか知らないけど、待って、小さな力の種はヘンリーです。パパスの手紙袋に入れとこう。あれ？小さなメダルってどこ？誰かが集めているらしい。そうなんだ。いいじゃん、スゴロク。またやろう、今度。やりましたよ。あ、ブーメラン装備しようかな。出す、合間。どうなんだろう。あ、チェーンクロスの方がちょっと高いけど、刃のブーメランちょっと使ってってみようか。チェーンクロスも同じできるやん。なんか並んだ敵当てられる。あ、ちょっとお金を預けましょう。多いから。よし。ここです。ここです。300ゴールドで馬車がもらえます。やりました。モンスターじいさん、あった。あの、さっき前の時にね、来た時に聞いて、どうやらね、モンスターを仲間にするっていうのがね、ドラクエはできるみたいなので、ちょっとそこは楽しみです。よっしゃ、馬車がついてきました。じゃあ、ビアンカの故郷の村にちょっと行ってみたいと思います。いや、もしかしてその村もさ、破壊されてるんじゃないかっていうさ、あそこに向かってるあたりから聞いた。自分の故郷で、ね、ここね、さっきの自分の村で、来ました。なんていう村だっけな。アルカパ。間違えた。
伝説の武器を求めて旅をしている。この町に伝説に詳しい男が住んでいるらしい。実はですね、この宿はビアンカのお母さんが経営してたはずなんだけど、ダンカンね、ダンカンは体悪くして宿屋を辞め、遥か海の向こうの山奥か、なるほど、海の奥の山奥か。じゃあちょっと当分まだ会えなさそうな感じだな。泊まります。ヘンリーが何か考え事をしているようだ。ちょっとお城のことを思い出した。町の人に聞いたんだけど、親父が死んでたなんてちょっとショック。ヘンリーも死んでたんですね。で、弟のデールが王になったらしい。あんまり評判も良くない。ちょっとだけ帰ってみようかなっていうことです。ということで、ちょっとヘンリーが故郷を思い出し帰ってみようっていうことなんで、食べれねえよ。おいしいおやつあるよ。しちょこ。ここで一回セーブしとこう。これね、さっき下のアルカパってのがさっき、さっきのね、消えちゃった時にね、記録したやつ。あれ？はい。触れた王妃を探して旅に出た王様がいたとか。それ、うちの父です。王子がいなくなってヘンリーなことだ。弟が王位を継いだと聞いたからあの城の兵士になったのに、実権を握っているのは王様の母親か。こいつラインハット城から逃げ出してきたんだぜ。これは気になります。ラインハットはあれだ、地下道を通っていくんだな。ヘンリーレベル12になりました。メダパニの呪文、メダパニ、なんだろう、メダパニって。あと10分で30分だからカメラ消えるから注意だ。
すごい。ブーメランはいいところは列に関係なく、あ、トラキーが起き上がり、仲間になりたそうにこちらを見ている。仲間にしてあげます。仲間にする、かわいい。仲間になった初めて。え、ちょっと待って、レベル1。おー、初めてだ。お、あった。随分偉そうになったトム。あ、あいたたた。どうして私の名前を。相変わらずカエルは苦手なのか。いたね、そういう人。まさかヘンリーだよって。懐かしゅうございます。懐かしゅうございます。あらま、うわー、よかったー。こんなことできたんじゃないのよ、最初からさ。というわけで、ヘンリーのお城に行きます。ドラキーやられないでね。ちょっとドラキーの戦いぶりみたい。あれ、強そう。ドラ吉だって名前。ふむ、防御 しとく？大丈夫かな？防御。よし。防御しといて。よし。ドラ吉いつレベル上がんのよ。来ました。ちょっと待って、お前さん何を死に来たんか知らんか。命が惜しかったらあんまり死に近づかん方がええぞ、だって。チェーンクロス持ってるんだな。あ、鋼の剣。どうしようかな。あ、今お金がないや。そういえばね、チェーンクロスね、ドラ吉に。ちょっと上がる。あ、これでいける。ドラ吉。お、子供がいるよ。なんだ？なんか貧しい子供がいるぞ。これ外に行っちゃう。
さあ戻ってきましたよ。そろそろカメラ切るかな。あ、事情が分かるまで俺が誰かは内緒にしておこうと思う。しばらくは旅人。分かりました。え、ちょっと待って、目薬さす。ちょっと待って。染みます。カメラがそろそろ切れますので。おお、なんかいるぞ。様、なかなか大した人物。どんなことになってるの？戦いが楽しいと言っています。気持ちのモンスターを仲間にしているのに。嫌な戦いだった。何の罪もない村を滅ぼしてしまった。サンタローズの町村のことだ。なんてこった。やっぱりここの兵士たちがやったのか。ちょっとセーブしとこう。目がしばつきます。続けます。その昔、巨大な城が天空より落ちてきたそうです。魔物。ああ。どうやらですね。この上、どこ行けたっけ、他に。ここは行けないよね。いけないんだ。おい、このまま引き下がるつもりか。いや待てよ、確かこの後ろには外から中に入る、あったかも。水路が怪しかった。そうかも。なんかあったよね。地下の。ん？じゃないよ。あ、水路。いいのかこれで。どっかあるかしら。あれ？一周回っちゃうよ。
こかな。あれ、一周回ったけど。行けなさそう。外の扉は入れなかった。え、このイカダが何か手がかりっぽい。さっきのなんかもう一個の階段の部分は外に出した。違うぞ。あ、これ外出ちゃう。あれ？待って。え？外の水路？何かがあるわけでもない。ちょっと初の攻略本。どうやって入るの？ちょっと攻略棒みたいのに一体どこから入るのかが分かりません。いやいや、あの扉が開いたん。まで行けんの？超嬉しい。
があれ、会えば表で扉を開く。え？鍵が合えば持っているだけで扉を開く。あ、じゃあここじゃない、牢屋の鍵じゃないんだ。ん？ということは、どういうこと？ずいぶん長いことやっちゃってる。とりあえずセーブするか。鍵をゲットしましたけれども、鉄に会いたいな。よし、トロキチいいぞ。ピエールかな？よし。ベホ意味覚えた。外に出ます。よし、じゃあ今日はここいらでセーブをしてやめにしましょう。今消えてしまいましたが、と、ちょうどですねセーブを終えたところです。いや、じゃあ今日はこれでおしまいにしたいと思います。はい、というわけで、アイマドナトリー教会戦ゲーム実況ドラクエ5、今日もお疲れ様でした。それでは明日も、続きからやっていきたいと思います。さあ、じゃあ皆さんにとって、良い残り、半分の一日も良い一日となりますように。それでは、さようなら、また明日。チャンネル